今回俺と巨人の激闘の143日物語、実況70回目は4月の26日から始まる阪神戦からスタートね。今回は4月に残ってるゲームを全てプレイしていくからさ。阪神戦は開幕戦以来ということになりますね。その開幕戦で3連勝スイープしたわけだが、今回はどうなるか。阪神今季強くて、現在巨人が2位なんですけど、3位で1ゲーム差しかないわけですからね。もう油断できない相手ですよ。開幕戦の勢いのままに今回の対決も飲み込んでスイープといきましょうや。まず1戦目の先発ベストオーダーはこのようになりますね。でチームのチャンスに注目してやっていきますので、早々と打って、早々と勝って、ほんで早々と次のゲームやって、それも勝って阪神戦終わりましょう。その後広島戦控えてるんでね、あれ絶対勝たなきゃダメなんで、あれ絶対勝たなきゃダメだから、この戦いも絶対負けちゃダメなんだよ。さあ対阪神戦連勝なるか。今日勝てば4連勝なんですけどね、どこまで伸びるだろうその記録が。いや今季はもう一度も負けるつもりはねえから、去年散々やられた分っていうのをもう2倍にして返そうと思ってるんでね。さあこの打球は外野前に落ち、一気にホームインで先制点。早い、できる男っていうのはいつも早いんです、どの時代でもね。素晴らしいね、イケメン坂本。ちょっとね、足引っ張る場面がちょくちょく4月目立ってましたけど、まあここからいつも通りの坂本になってくれたらいいね。でまだまだチャンスはこうやって来るわけですから、ノーアウトランナー1塁3塁で吉川か。まあこの選手も結構我慢してね、1年目から使ってるんですけど、全然打撃がやばい。まあ守備では貢献度は高いんだけどね、まあこういう場面で最低限のバッティングしてくれたらいいですから、ヒットは求めんよ。こんな多くはお前には求めてない、ただ最低限はしろ、それは課題だ。当てて、まあまあまあ十分でしょうね。ゲッツーもなさそうだ、吉川の走力ね。はい、オッケー。で田口も好投続く、おうちも3点目も入る、いいね。もうそのまま勝ちでいいよ、うん、まあ、あとはねこっちが一方的に勝つだけですから。はい、でこの打球も最低限でホーム特攻で4点目、おーイエス。でこの打球は抜ける、おーイエス。さあ5点目、ノリノリっす、ノリノリくん、ノリノリくん、ノリノリくん、楽しい、野球がすごく。はい、5対2、無事勝利。当然ですね、田口の好投よりも今日は打線のね、もう初回からのあの攻撃ですから、うん、これで負けるわけは絶対ないですよ。これでね、また首位とのゲーム差っていうのをね、縮められたので、もっともっと縮めていきましょう。このゲーム差だとね、次の直接対決で、順位入れ替える可能性もありますから、まあそれを狙っていきたいけどもね。さあ2戦目になりますね。今日の先発畠に任しベストオーダーこんな感じ、対して相手は藤浪が先発ということを考えれば、また今日も多くの得点が入ると思うんで、まあそのもらった得点を守り抜けばいい話ですから、シンプルにピンチでねプレイしていきましょう。さあ今季5回戦目今日勝てば阪神戦5連勝なんですけど、いきなりのピンチ、ちょっと意外だが、まあそのピンチを抑えればいいだけなんだけど、この打球はそのままホームイン、簡単に失点しちゃったね。まあ初回だけ、初回だけ、その後は大丈夫なはずだよ、多分多分。いいね、はい、すぐ逆転。相手は藤浪だ、何にも怖さはない。メジャーで活躍してる大谷とは違うからな。で畠その後完璧、あーいで OK、 もう十分だね。結局初回だけ、あーでここでピンチくるも、まあ、宮國が作りましたね。畠好投ですね、やっぱすごいわあの男は、ポテンシャル半端ね。まあ、このペナントでも貢献度は高いですからね。んで宮國もこのピンチを抑えて、さあ残すはあと1回ですね。何も起こらず、平和的に終わるんじゃないでしょうか。今日ほとんどプレイしてないですけどね、いいんだよそれで、勝てば何でもいいわ。さらに点が入る、ねえ、そのままゲームセット。なんか静かにゲームが終わって、これで大変安心戦5連勝ということになりましたね。なんか勝ちすぎて申し訳ない。この伝統の一戦、次から観客そんな集まらないね。リアルだとものすごい集まりますけど、もう一方的な巨人の虐殺劇になってますから、ちょっと次は気使って負けてあげようかなという気持ちは全くないので、次も勝ちます。よーし、これでさらにゲーム差縮めての 0.5 ゲーム、もしかしたら直接対決入る前に順位が入れ替わるかもしれないね。いやー、今広島はどのチームと対決してるんだろうな。その対戦相手のチームが広島を任してくれてるからっていうねこともありますからね。今ね横浜と対決してるわけだね。まあ横浜も強いですからね。
その横浜に広島苦戦してる。どっちも1点差で負けてるっていうね、熱いゲームしてますね。対してこっちは一方的な対決やけどね、まあ今日も一方的になるんじゃないかな。この3戦目のマウンドは中川に任せたいと思います。ベストオーダーこんな感じです。最後はチャンスピンチですね。まあメッセンジャー、このペナント始めた当初なら怖いピッチャーでしたけど、今や能力衰えてね、球速も全く出てないですから、もうこれも簡単ですよ。開幕戦メッセンジャーを打って勝ってるわけですから、また開幕戦の悲劇再びと行きましょうか。ボッコボコタイム始まるよ。初回から1点早いな。ただこちらもこうやってピンチは来ますから、それを抑えていかないとダメなんだけど、畑に続いてまたかい。なんなんだこんな簡単に打たれる。俺がプレイしたら毎回すぐ打たれるんだけど、早すぎるよ。そんな早打ちしないで。盗塁はセーフ。小林の肩でもさせんか。まあ完璧なスタートだったね。で当ててきての長野の前に落ちんなよ。もう落ちた。まあ今ね、飛びつくという選択肢もあったんだけど、1回やからね。野球 IQ 高めのプレーですよ。あそこでバカは飛びつくんだよ。ほんで後ろの反らすんだよ。さらに失点を許すんだよ。俺はちげえ。まあちゃんとね、まあちゃんと取れてないけどね。1点やっちゃったけど、まあまあまあ1点で抑えるから。後続は打たさへん。決まった。もうストライクバッターアウトでええやん。審判何見てんの。何も見てないんだろうね。頼むからちゃんとした判断をしてくれ。泣きたくなってくるぜ。この打球は追いつく追いつく追いつく。うわーっ、セカンドセカンドすぐ投げろ。セカンドはアウトで、ランナー進んでなかったね。助かった。まあ今のでね、進めないわな。まあ結果的にね、アウトですから。でも入らなかったので、まあ、記録はエラーにはならないかもしれないが、もう結果糸井に打たれて2失点。1回からなんかいろんなこと起きすぎだよ。頼むからやめてくれ本当に。ここで連勝止めるつもりさらさらないと言ったよね。相手なんて気使わないのが俺ですからね。俺は俺なりに生きていくんだよ、自己満足んで。うわー、中川がちょっと不安定すぎるな。ここで乱調するな。一回でもその阪神に勝たせる流れを作りたくないのね。やっぱ去年のこともありますから、一回きっかけを作ることによってさらにね、負ける率が高くなるような気がするんだが、もうちょっとこれは止めれなさそうだね。阪神打線に火がついたとと同時に、まだまだ中川が不安定すぎる。いいとこ投げてるんだけどね。不安定というか、これ相手がうまく打ってきてるっていうのが正解だよね。はい、三振。これを最初からやりたかったんですけど、3失点。打線も初回のみか。この手のパターン、もう何も起こらないんだよな。ほんでまだ失点してる。4失点じゃねえか。もうせっかくの連勝の流れぶち壊しにするの勘弁してくれよ。いやちょっとね、今日は横浜には頑張ってもらいたいですね。これまた巨人が負けて広島が勝てばまたね、縮めた差が空いていきますので、横浜のファンです今は。今の俺はね、頑張れ頑張れと応援しとくわ。試合に集中しろ。まだ3点差じゃねえか。諦めるような点差では決してないよこれ。で糸井は、あーまた打たれる。取れる高さだったろう。で5失点。あ、もうちょっと予想外ですね。これまで好投してくれてたやつに裏切られる。一番気分悪いパターンのやつだ。さらに打たれてるし。おいで、小芝の打球はレフトオーバー。まあこんなクソゲームですけど、新人選手9回にね、最後のタイムリーが生まれた。もうこれだけポチ出ますね、うん、これだけで勝った気分だわ。まあ結果勝ち越してるしね。まあでも阪神戦今季初黒星はもう決定かな。いやー、わかんねえ。宇佐美の打球は、うーわー、ギリギリファールだ。あー、でこの打球持って、あー、ダメだね。これでゲームセット。いやでもやっぱ最後いろいろとポジれる展開だったね。宇佐美でいい打球打つはやっぱ小芝で打てたわね、うん、まあボコボコですけどね。もうしゃあないこれはね。今季対阪神戦初黒星ということになりましたね。まあまあまあ、いつか負けるもの、今負けただけ。あーで横浜勝ってくれた、ありがとう。これで 0.5 ゲーム差で次の広島戦に臨めるわけだからね。いやちょっと横浜ファンになりましたわ。勝ってほしい時に勝ってくれる。ほんでうちとの対決の時は負けてくれていいからね。そういう展開よろしくお願いします。
中川が脇腹痛。さあ次は広島カープ3連戦ということになり、これは4月最後の戦いでもあって、そして首位攻防戦でもありますからね。 0.5 ゲーム差で追いかける巨人、広島はそれを守り抜くことはできるか。いやぜひともね、ここで順位を入れ替えて再び首位に返り咲きたいと思います。気合と、おー、いろいろと力は十分ですから、まあ、それを形として表すだけですね。まあ、この3連戦は全ての試合チームのチャンスピンチに注目していきたいと思いますのでね。1戦目の先発は鵜飼に任したいと思います。調子の悪さは気になるけどもね、まあ、悪いなりにも抑えてくれ。ベストオーダーこんな感じですね。山木が絶好調なので、また山木の活躍にも期待してですね、広島1戦目やっていきましょう。さあ相手の本拠地での戦いはこれが初めて、今季4回戦目。まあ本拠地でのねカープは非常に怖いですから、まあ前半戦でね、たとえ大差で勝ったとしても、勝ってたとしても後半戦非常に注意ですね。まあそういう展開もなかなか作り出すことは難しいけど、さあいつも通りの野球ですね。ここは愛送りバント決めてランナー三塁にして、ゴロの間に1点、それがいい、それでいい、ハッピーでいこう。さあ軽く点入るわこれ。いやピッチャー返しはあかんやん、もうそれは違うやん。いつもここでね内野ゴロ打って簡単に点取るんやけど、ちょっとそのパターンができなくなったね。2アウトですから。うわ、これをやりたかったのよね、さっき。簡単には点取らせてくれないね。他のチームとはやっぱ違いますわ。他のチームはもうあっさり点取れたよね。今頃多分踊ってる踊ってる、俺笑ってる笑ってるだよ。いろいろと感情を激しく出してると思うんだけどね。2回目のチャンスはこのピッチャーのとこで、あー惜しいな。三遊間に流せたら、流す場所が間違えたな。野村からこうチャンスもなかなかないと思うんでね、取りたいんですけどね。じゃないとこういうピンチが来るのでね。で強いチームはこういうとこで確実に取れる。あーもういてしゃないです、仕方がない。ここはもうゲッツーで OK、 ゲッツーでいけたことがいいですよ、こっちからしたらね。よしよし、取り返すチャンスはすぐ作れるんだから。首位攻防戦だよ、こっちだってそれなりの攻撃力守備力は持ってるんだ。これ以上やらないように、そしてまだまだ取れるよね。野村からこれ対3イニング連続のチャンスですから、ちょっと3回目は無駄にしちゃダメだろう。もう最悪、2度あることは3度あるとよく言うからね。ここでも坂本さん足引っ張りすぎでしょ本当に。4月首位でいられないのはお前の責任だぞね。4番としてキャプテンとして全くチームを引っ張ってくれてねえわ。そんなやつキャプテンにしたくないんだよな。いやーもう激闘になると思うんでね、守り抜かないと。こういうピンチをね軽々失点してたらダメよ。いつもの俺はしてるけども、今日の俺は違うんだ。カウントは2ボール1ストライク。生まれ変わったんだ。こんなとこで失点してるようなチームが優勝できるか。完璧だね、OK。さあバーティスタチャンスでは、うわこの数字かやべえな。得点圏の鬼やんけ、バーティスタね。鬼がバット持っとるぞ。おーし、まあでも追い、あーでも三振の赤得とかないんだね、意外だ。あーでも三振ね、 OK。 まあエルドレッドが抜けましたがね、代わりにこのバティスタがねまたスタメンで出てますから、それが怖いんだ。うわー得点の流れ止まったねこれ。あーでもここで1点取れた、ナイス。止まったと思えば入ったわ。でこれホーマーホーマー、よーし勝ち越し成功、いいね。おいで野村をまだ捉えてるよ、岡。もう何をしてるんだよ、もう最低限でいいところ。もうその積み重ねもねもできないチームは優勝なんて絶対無理。優勝したいチーム、しなきゃダメなチームが優勝するために必要なバッティングを全くしてないわ。4点5点取れてるよ、なんで2点で済んでんだよ、おかしいだろ。最悪だ、このまま勝てるほど甘くねえだろ本拠地のカープは。もちろんもうこっちからしたらこの2点取って勝っておきたいけどもね、それで勝ちの展開でハッピーエンドを迎えたいけども。どうだピッチャー返し、弾いて走れ、ダメだ。何やったってこれ以上の得点見込みなしだよ本当に。守れよ、ちょっと待てよ、まだ鵜飼が投げてる。いやもうここはですね、さすがに調子の悪さもありますし、もう十分なピッチングしてくれてるからいいやんって思ったんやけど、中継ぎ調子悪、わざとね登板拒否してんのかな。悪くたっていけバカ、誰が。篠原に関してはもう絶不調なんで生かすだけ無駄ですね。桜井君に決めた、絶対抑えろよ。
あー詳細だね。さあ8回宮国、9回沢村の流れ、そいつらが調子悪いので、あーまあこうやってピンチは来るわな。いやもうここはちょっと敬遠です。田中に関してはもう勝負しないのが正解です。あの怖いバッター、リアルでもそうだが、このパープロでもね、対巨人キラーを持ってますので、もう巨人戦めちゃくちゃ打ってくるんでね、勝負すれば打たれて、勝負すれば俺が脱粉をしてるみたいなね、怒りの発狂劇というのを何度も見てますから。ここで松山、まあ松山も怖いけどね、田中よりはっていうのはある。セカンドランナー野間ということを考えれば、もう外野前進ですね。ここはどうだ、おおぶなー今守備ひどかったよ、打球と真逆の方行ってた。ファールで助かったわ、こっちからしたらね。あれフェアなら終わってたわ。フレヨン、いやーフレヨンおかしいだろう。シュート当ててきての外野前、うわホーム行くんかい、嘘でしょ、わーで同点、逆転のカープもここでも出てきた。もう今日のゲーム落としたらマジでクビにすんぞ宮國、てめえこの野郎、抑えろよ、抑えるのがプロ野球選手の仕事じゃないの、一回もしてくれてないけどね。うーわーで外野の頭越えられない、よし助かった、助かってねえんだよ、相手のホーム球場で同点に追いつかれた。9回お前悲劇起こるぞ、これ間違いなくね、こっちが取らなきゃ。もうでも完全得点の流れは死んでしまってるんで、取る見込みがないですね。いや来ましたわ、オーケーオーケーオーケー、もうここが長野ですけど、バントですね。4番だろうが何番だろうが関係ねえよ、野球は勝つためにやるもんだ。はい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 、4番のプライドとか知らん、そもそも長野そんなプライドはない、4番バッターで使う器じゃないんだからね、いないから使ってるだけだよ。さあ得点圏の鬼亀井、ここ最近打ってないですね、かなり数字ガタ落ち、通常時でも得点圏でも、まあでも手動プレイの際はよく亀井で打ててるんでね、ここでもだよ、よし来た、これなんだよ本当に魅力的、どっかの得点圏でクソみたいな凡退するバカとはちげえわ本当にね、これが神です、数字に出ない強さを持っている、それが亀井です。全球団が欲しがるでしょうね、クソみたいな打撃成績やけどもね、うん、この1点で勝つよ勝つよ、おお危ない、最後もランナー出てましたが3対2逃げ切り成功ですね。いやーとりあえず首位攻防戦勝ったことによって順位が入れ替わりました。 0.5 ゲーム差でこっちがトップに立ちましたね、追われる立場に変わったというわけだ。今日は篠原に1勝がつき、沢村7セーブ目ですね。最後危なかったですけどねまあ本当試合を締めてくれたら危なかっただろうが関係ないですから、試合締めれないクローザーはうちのチーム必要ないだけだからね。ただ1戦目からさすが1位と2位のチームとの対決ですね、かなりの激戦となりましたよ。まあおそらく次もなるでしょうけどね。で4月はこれで終了なんですよ、残る2戦5月突入しましたので、下巻 MVP 誰か取れるかな、山木とか取れそうな感じあるんですけどどうでしょうか、うん、まずは下巻 MVP の発表、あーバレンティンですね。山木もノリノリだったんですけどね、バレンティンもずっとノリノリでしたから、この数字さすがに取れないね、これでは。で、はい菅野が取りました、さすが。でデスパイネに則本ですね、ビッグネームですねみんな。まあ下巻 MVP を取れるやつっていうのは一流ですから、まあ、たまに二流三流が取る場合もあるけどもね、やっぱ実力がないと取れないのでね。さあ続けて広島カープ2戦目ですね、首位には立ちましたが、次負ければ何の意味もないですから絶対に勝ちましょう。今日菅野行きたいと思います。3戦目予定だったんですけどね、やっぱ絶対勝ちたいので、勝てばこの戦い首位で終えることができるんでね、まあ、月間 MVP を受賞し、そして4月は一度の負けもなかった菅野、5月いきなり負けるわけにはいけませんでしょう。今日はこのベストオーダーでもうやるだけ勝つだけ、それだけプレイボール、さあ行こう、勝つのはこっちだ、そのためには早い段階で点を取ること。おおほほほ、初チャンスが菅野のところ、それもノーアウトだ、自援護で行こうか。海の向こうでは大谷が二刀流で活躍しているんだからね、菅野も負けねえよ、当たれ、なんとか当てろなあ、もうなんならスクイズでもよかったけどね、このシチュエーション。うわー、そういう形ではないだろう、んー、まあ、ピッチャーとはいいと最低限はしてもらいたかったけどね。まだワンアウトですから山木で打てばいい。月間 MVP は逃したけどもね、この成績ですから、バレンティンがすごすぎただけ、バレンティンがいなければ間違いなく山木でしたでしょうね。だって去年のね、あの本塁打5本ですけども、もう1ヶ月で抜いてますからね、これちょっとねかなり期待ですよ。この打球はフェアゾーンに乗らないか、
さあフルカウント、あえいで結果フォアボールいただきました。ランナー満塁でバッター吉川だ。頼むぞ、ここでお前も覚醒しろ、みんな覚醒しろ。第2球投げました、当てて、まあ最低限でしょうね。ゲッツーは回避できたので、まあ足の速さから来るこのプレーだ。まあ足が速いというのはこういうこともありますから、先制点を取ったのはこっちですね。いや魅力的だよ本当に、大好き。でこれもまた乗らないんか、やめてくれ本当、期待だけさすの。乗れや1回くらいで、あれだけあそこ飛んでんだから2回目は乗ってくれよ、もしくは1回目乗っとけ、なんならね。おかしいだろ、乗る気配ないのにあそこ飛びまくるっていうね。弱いチームですね、ここから1点しか取れない。逆にこれカープがこういうチャンス作ったら3、4点取られてますよこっちはね。今薮田と菅野が並んでの防御率トップなんだね。うん、そう、もしかしたら薮田3戦目来るかもしれないんでね。やっぱ菅野の、まあでもいいか。でうわーで菅野で簡単に打たれる、もうなんでこうなるの、もう初球スインから入ってくるスライダー狙ってても打てないでしょ、低め投げてんだから。わけわからんぜよ本当に。これも初球打ち、いやたまにね、なんかファーストストライクめちゃくちゃ狙ってくるときあるんだよな CP って。今日そういう一日かもね、安易にストライクで入らない方がいいと思うわ。でも選球眼の鬼やからね、ストライク取るのも難しい。うわーもうすぐ同点追いつかれたね、1点取ったら取られる、そういう試合展開になる今日も。あーでもすぐ取り返す、本当にね打線の強さが出てるな。入ってる得点はそんな多くないかもしれないけど、内容よね結局ね、うん、取られたら取れるっていうのは魅力的よ。ピンチ招きながらも5回まで来て、またもやこういうチャンスで来ましたから打ちたいよね。はい、これは落ち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 ない、なら仕方がない。落ちてたらホームまで行けてるからね、これは仕方のない結果ですよ。ギャンブルかけたらアウトだったつまりは負けたんだよねギャンブルに。まあええわ、菅野やもう1点やら、はい三振、これです、当然だよ。さあ鈴木誠也リベンジしていかないとね、今日は2安打1打点、この1点は鈴木誠也のタイムリーですからね。ちょっとカウント悪くすると自分が苦しむことになるからね、やらないように。でこれはサード小芝が取って、この肩力えーい、いやねこれね、去年まで岡本とかね中居をサードで使ってたんですけど、これ多分あの2人なら内野安打になってるケースもあるな。見てくれこれ、肩力は A の82させますからね。鈴木誠也足が速いので非常に要注意な選手ですけど、さあこれもまたチャンスで、亀井の打球はどうだ、落ちないか、今日はあの辺落ちてくれないな。さあ小芝打撃でも見せろ、なあセンターに飛ばすも鈴木誠也の肩、三塁までいけるかしら、あーまあいけたね、もったいないね。亀井で結果送りバント進塁打打っときゃね、今ので点入ってるんだけど、まあ結果論やけどね。実際ランナー三塁にいたらああいうセンターフライ打てたかと言われれば、これまでの俺の見てたら打てたかどうか分かんないしね。まあでも宇佐美で結果打てたんでいいやいいや、はい3点目よーし、本当にいいわ今回。さっきから宇佐美でいい打球連発してるしね、そのまま試合は終われ、こっちの勝ちという形でな。まだまだ不安です本当に、何が起こるか分かんない、この球場は赤いですから真っ赤だよ。カープファンにとって冷めた展開になることはないからねこの球場はね。こっちにとって冷めた展開ブルーになることはよくあるよ、一方的にボコボコにされてね、降参認めてるのをなおボコボコにしてきますから、恐ろしい球団だよ。マウント取って殴ってきますからね恐ろしい。さあ今日岡本2ベースも打ってるね、いい活躍だ。いや本当ね、あの打ってほしい若手がちょっとここ最近打ってくれてますので、岡本はあと一発だね、一本打ってくれたらまあ多分もう覚醒するんじゃないかなと個人的に思いますけどね。さあまたこの回得点取れましたけど、そのまま勝て、そのまま試合を締めろ。もう最終回に沢村がこうピンチを作る、もういつものお決まりだね、もうこれももう抑えるんだぞこの点差から、お前逆転なんてふざけた展開はなしだ。ノーアウトやけどねこれで、はい一つ、これね上位に回したくないなこのままね、もう確実に下位打線で抑えてゲームセット、田中に回すと何かが起こるよ。吉川取れないんかい、ちょっとタイミングミスった、今早かったんだ、
ワンテンポずらしたら取れてるよ。もう何をしているんだ。下鶴の打球はまあもうこれは先ね犠牲フライで仕方がないでしょう。点差はあるんだから、2点差ね。でもここでやっぱ田中に回してしまうというね、まあさすがにこれも敬遠するわけにはいけませんからね、もう勝負でいきましょう。ただ今日この結果だぜ、打ちすぎだろ本当に。その田中を締めて勝とう。はいはいはい、アウト。ゲームセット、もう楽に勝てない。誰かボール拾いに行けよお前なんでスルーしたんだよ。あ、4対2ですね。逃げ切り成功も、もうクローザーが危なかった。もう菅野が投げるゲームの時の沢村って毎回こういうことになってないね、やめてくれよ。もしも今日菅野の勝ちをお前消してたらその時点でクビだよ。もうさすがに我慢はしないね。そういうとこまで行ってたけど結果勝てたんで OK。 菅野はこれで無傷の4勝目、このマウンド託して正解でしたね。まあ首位攻防戦、これで勝ち越しが決定したので、巨人は再び首位で次のカード迎えると思ったんですけど、横浜がここに来て勝ちまくってさ、2位まで駆け上がってきたからね。いやこれたとえ広島に次ね、どうだろう、勝ったとしても横浜がもしかしたら追いつかれる展開もあるかもしれませんので、いやまだ首位で終われるかどうかこの動画分かりませんね。まあとにかく次勝ちましょう、そうすればいいんだから。さあ3戦目の相手先発、ここでヤブタを相手は出してきましたね。いや厄介な相手ですよ。防御率では菅野と並んで先ほどはトップでしたからね。いややっぱ3戦目菅野残しておいた方が良かったかなとは思うんですけど、まあもう車内使っちゃったもんはね、今日譲り原に任して、最後もチャンスピンチでのプレーになりますので、広島戦スイープなるか、なるかじゃねえ、なるんですよ。行きましょう、ここまで来たら行きたいけどどうなる、誰にも分かんない、そんなことではね。まあ、とにかく勝つという思いは誰よりも強いんだこのチームは。うわー、もう初回からピンチだよ。もうこういう展開を作るなよ、相手最優秀防御率やぞ。少しは考えて野球をしろ。まあそこからゼロで抑えればいいだけの話なんですけどね、プレイヤーの俺がね。今日は足を引っ張るのではなくてね、チームを引っ張るんです。いつも引っ張ってばっかですから。はい、三振。いいね、完璧な立ち上がりだよ。ピンチは作ったけどもうやるな。得点取れずん5回まで来たね。ほんでまだまだピンチは来るし、ちょっとねスコアはそんな離れてるわけじゃないけど一方的だな。山木が取ったね、さすがの守備力だ。いいね。ふう、さあ5回まで1点で負けている。いやー、ヤブタ攻略できないな。でさらに許すんだからね、もうしっかりしてくれよお前。試合展開わかんねえのか、投げてるくせによ。2点目やったらさらに負けに近づくだろう。よく取った、アウトだ。なんとか攻略しろヤブタを。スイープでいくって決めたんだ。はい、でチャンス来ましたね。さあここで小芝、ラストチャンスだと思いましょう、これがね最初で最後のチャンス。そのチャンスでね、この点差逆転するためには一発でしょ、パワーのある小芝でね。うん、でフォアボール、よしよく選んだ。さあ続けて宇佐美だよ、一発打て。さっきも打ったり、その前もね、いい打球は連発してた、この宇佐美を使って。ここではどうなんだ、一発どでかい花火は咲かせられるか。当てただけだが、当てただけ、本当に足もないから内野安打もない。ラストチャンス、点取れず終わった。残すは9回だね。そこでそこでそこでチャンスきた。さあ行こう亀田、狙うぞ一発一撃を。矢蓋まだ投げてますね、完封狙いで来てるんでしょう、いけると思うなよ。最後に立ちはだかるは大きな壁、亀井だ。ほっ、犠牲フライには十分だが、それ狙ってねえんだよな。何してる、何してんの、何してんの、間違った。あれね、サードランナーだけ動かせばいいのに、ちょっと何を思ったのかボタンの押し間違いでファーストランナーも動かしちゃってね、戻せ戻せってなんかやってたら結局1点入らず、えわえわホームラン打つから、それでええわ、決めた決めた。なんかクソみたいなプレーあったような気がしたけど大丈夫、次に神プレーが生まれるからね、次の瞬間にね、任せろ。クソは取り消しだ、神に、クソから神へ、神からクソへとならないように。ほら来た、山木のじゃない小芝の打球は取られてアウト、ゲームセット。はい、3戦目クソ尽くしで終わりましたね。チャンスで打てないクソみたいな走塁ミス、
で結果これですからね、 2-0。 やはり防御率が示しとる通り、薮田いいピッチャーですね。まあ良かったですよ。うん、もう勝ち越せたのでね。まあ問題はこれ、横浜が勝ってたら結局首位で終えることはできませんからね。どうだろうか。ああ、勝ってますね。なので横浜と並んで、この首位攻防戦終了ということになりますね。横浜マジでやばいね。連勝に次ぐ連勝じゃないですか。今6連勝くらいしてんじゃないかな。はい、横浜この4月の26日の広島戦から、そして、このヤクルト戦も3戦スイープしてますから6連勝中ですね。それもあってか順位並ばれて、その6連勝の横浜と次回対決することになるわけ。最悪じゃないこれね。今季は2勝4敗、あんで4敗してるうちのね、2敗はサヨナラ負け、2夜連続で決められるというね。ほんとなんか今季の横浜戦いいイメージがなくボコボコにされてますが、これね、今回の動画に続いて、またこれ首位攻防戦ということになりますので、まあ、そこでしっかり守り抜いてですね、なんとかキープして終われるようもう全力でやっていくだけなので、次回の動画もね楽しく見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、またおう。